なんだ、こいつらみんな神の酒目当てで来たのかよ。この敵の数、平星のごとく。だが、おきれは取れぬ。神の酒が箱に入っているようです。一個ずつ壊して確かめていくしかないでしょう。酒に対してはまさに歌えるし、才を高める酒か、ぜひあやかりたいもの。お力添えいたします、曹操様。できれば私にも少し分けていただけると。人間を虜にする酒があると聞いた。審査さん、私が飲み干し処分すべきである。さらに気迫を磨き、孫悟の役に立つためだ。悪く思うな。素晴らしいですね、その力。我が軍の大きな武器となりましょう。神の酒、きっと極上の味がするのだろうな。この闘争を制し、勝利の美酒とせる。この辺に箱があるみてえだな。壊して中身を確かめてやら。この箱ではなかったようですね。次へ参りましょうか。これは普通の酒か。まあ、これももらっておくぜ。ボンベイシラマンダヤソワ、神の酒に闘争を捧げる。神の酒、きっと極上の焼酎だろう。私も一口ご相伴にあつかりたいものだ。我が闘争、まだ燃え尽きてはいない。美しい動きですね、蝶の舞うごとくです。本されたのはそれがしだけでしょうか。お前も神の酒を狙っているのか。ならば虎と戦う覚悟はできているな。敵将討ち取ったり。これも違う。だが、いずれは正しい箱を引き当てられよう。それにしても、これだけの賞が集まるとは。古から英傑には酒の逸話がつきものですが、
神より知識を授かるのが自分の任務だ。地図作りにも役立つだろうか。敵将討ち取ったよ。神の先はわしがディール。君たちには諦めてもらうぞ。ここは引かねばならないか。だが我が波動はまだついえたわけではない。素晴らしいですね。その力、我が国の大きな武器となりましょう。これ以上の成果は上がらない。撤収する。まさか神の酒の噂は我を釣り出すためか。頭が良くなる酒はどこだ。こいつを飲みや家族をもっと守ってやれる。討ちしたくてやったが認めたやつなら当然か。浮かれた人間どもめ、まとめて蹴散らしてくれるわ。うん、先の話を全て終わるぞ。なんだと、期待させやがって。まとめてぶっ倒してやる。神の先の話をどこから嗅ぎつけたのだ。早く回収せねば。あなたも食い散らかってやれ。なんか見終わっちまったぞ。この文様、回収しろって言われてたピンだ。神を全部舐めちゃえばバレないよな。予想以上の腕よ。うざいな。酒は百薬の長、あるいは酒は憂いを払う玉はがきとも。出番だね。全軍包囲を緩めず突出してはならぬ。各隊数の利を生かして徐々に敵を追い詰めよ。敵が急に統制の取れた動きを。ため息の出るような動き、思わず目を奪われてしまいました。眩しいほどの武だな。天の太陽のごとくだ。うん、鼓舞されたのはそれがしだけか。行くよ光風陣。天下無双の働き、皆を奮起させてくれるでしょう。押されている。気を抜くな。撃ち取ったよ。負けるとは。
様が認めたやつなら当然か。素晴らしいですね。その力、我が軍の大きな武器となりましょう。勇者に向かうとはこういうことよ。足がなすすべもなく負けると。やるな。俺様が認めたやつなら当然か。結局神の酒が手に入らなかったな。一口味わってみたかったぜ。いや、これでよかった。そのような酒があっては皆怠けてしまう。ええ、学問も詩も己の頭で考えるから価値がある。このお話は忘れるのが良さそうですね。